はいどうもパルプンテ J リーグサッカーチャンネルのツッツンです。ということで今回は来季補強考察、明確な補強ポジ、数字が残せる選手が欲しいねっちゅうとこの、湘南ベルマーレ編やっていこうと思ってます。よろしくお願いいたします。ということで、まあ、湘南ベルマーレ今年結構良い補強をしたんですよね。正直補強の成功度で言うとね、結構いい選手、これ今年のオフとで夏場を取ってきたイメージが、強いんですけれども、しかしはなかなか、順位的には上がらず、しかしまあやっぱりでもね、湘南ベルマーレのこの、規模とかいろんなことを考えると、まあ僕は結構これ、頑張ってんじゃないかなって、言うとちょっと上から目線には、なってしまうんですけどね、というのがありますけれども、まあそんな湘南ベルマーレの、補強の考察の方やっていこうと思ってます。よろしくお願いいたします。ということで、こちらメインチャンネルでございますね。メインチャンネルの方では J リーグはこんな感じで、まあこれからまあオフのシーズンに入っていくんで、移籍の話とか、シーズンの振り返りとかやっていこうと思っているんで、よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、まずこちら。まあ一応出しているんですけれどもね、一応こんな感じで出していて、まあやっぱり一番見てほしいのは4番、5番、最後の方にはなってきますけどね、一番詳しいのも当該クラブの、サポーターの方々でございますんで、お前の意見間違ってとか、ここをね、そうじゃなくてこっちの選手の方がいいんじゃないかとか、そんなことあったらよかったらどんどんコメント欄までよろしくお願いいたします。ということでやっていきましょう。まずこちら。今シーズンの基本システムということで出しておりますけれどもね、まあこれね、まあセンターフォワードの、右はそっちだ、左はこっちだじゃなくて、まあこれ結構組み合わせによって、まあ左右は、変わるというのがあるんですけど、一応こんな感じですね。で、言うとやっぱ爆発した町野ですね、まあ日本代表にも呼ばれた町野選手ですね。僕もこれね、北九州とか九州勢も応援しているんで、町野選手のこの活躍というのは見ていて本当嬉しいですね。あの時、ギラバンズ北九州で、頑張っていた町野がこんなにも、成長したんだなって思うとちょっと感慨深いものあるわけでございますけれどもね。で、夏場加入した阿部選手と中野選手に関しては、まあ、これ定期的に、出場時間が与えられていて、阿部選手においては今季も3得点ですね、後半戦3得点上げているんでね、まあ、これだからね、夏場までの、システムとか基本メンバーとか夏場以前のメンバーとかちょっとどこで区切るかによって、まあ、基本システムって変わってくるんで、本当そこはちょっと、ね、申し訳ないというか、僕が、ね、うまいことを、ね、まとめることができなかったというのは、あるんですけれどもね。だからまあこの阿部選手が本当に、ね、良いアクセントを聞かせて勝利に貢献してますね。で、左ウィングバックのところは中野選手もこれしっかり出場時間得ているんで、後半戦本当これスタメンで出る機会が多いですよね、この中野選手でございますけれどもね。ということを考えると、まあこれ補強自体はやっぱり当たってんのかなと僕は思うんですけどもね。しかしまあなかなか難しいなという感じがしておりますが、で、あとはまあ想定内の田中聡選手の移籍ですね。もうこの選手に関しては昨シーズンのオフとかにも移籍していてもおかしくないぐらい素晴らしい選手だったんで、まあ、いつかは移籍するよねっていうこともあって、今年はまあアンカンとこ米本選手が加入したとかね、もう一度ボランチのとこで言うと、まあ、移籍はしてしまったんですけど、長木選手が加入したとかっていうのがあったんで、まあ、クラブの動きとしてはこれは想定内、だったんじゃないかなという感じしておりますけど、まあ、でも田中選手移籍はバラダ選手はアンカンとこで結構ハマってる感じもしますけどもね。で、気になることで言うと、やっぱ谷選手の去就とセンターバックのところですかね。やっぱ谷選手がそろそろ、ガンバの方に戻るんじゃないかとか、もともとね、これ東京オリンピックに、出たいということで出場機会を求めて湘南ベルマーレにやってきたんですけれども、今年も、まあ今回は、まあ、ワールドカップもあるということもあって残留になったと思うんですけれども、しかしまあね、ガンバも東口選手がいますしね、どうなんだろう、そこ分かりませんけれども、まあ、東口選手の、去就次第では谷選手もどうなるかっていうのもあるかもしれませんけれどもね。で、もう一番やっぱセンターバックのところ、ね、まあ、杉岡選手が移籍するとかしないとかこれ分かりませんけど、まあ、それ関係なくやっぱりセンターバックで言うとやっぱ跳ね返せる系の選手とか、ね、そこら辺の選手が僕は欲しいんじゃないかなって思うんですけど、どうなんですかね。僕はまあ優先順位としては、まあ、センターバックで次にセンターフォワード、難しいですけども、ね、まあ、重要度でいうとこの一番前と一番後ろなのかなって感じがしておりますけどね。はい、そしてこちら、じゃあ数字で見ていこうということでね、こんな感じで今シーズンのデータ出ていますけどもね、で、割と悪くないんですよね。これパッと見た時にやっぱりデータ的にはいいんですけど、で、大体こうデータはいいんだけど、まあ、もちろんこれサッカーって、数字だけのスポーツじゃないんで、データはいいんだけどもなんかこうね、上の方に来れないよねっていうチームの、まあ、特徴としては、僕もこれはねやっぱ毎回思うんですけどね、やっぱ最後のとこ決めきるかどうかで、最後のとこ守れるかどうか、そこの2点にはやっぱりなってきます。まあ、どんな
なに良い攻撃、まあどんなに質の良いチャンスを増やしても最後決めきることができなかったチャンスを作った意味が、まあ意味がないってまでは言い切れないんですけれどもね、まあチャンスを作ってもやっぱ得点を決めきれないと意味がないということになってきますし、守備のところに関してもやっぱ89分間頑張って守ってもラスト1分間で失点をしてしまっても意味がないというところもあるんで、やっぱこれ最後のところですよね、うん、決めきるかどうか、決められてしまうかどうか、最後の粘りのところ出せるかどうかにはなってきますけれども、だからそこから、まあ、町野選手が今頑張ってはいますけれども、やっぱりこうシュート成功率が、ね、数字的には低かったりとかもするんでね、シュートはしっかり放ってるんですよ、湘南ね、これ、見て分かる通り、1試合平均のシュート数でいうと、まあ、リーグで半分ぐらいなんで、打ってはいるんですけれども、しかし、まあ、シュート成功率がっていうところはあるんで、まあ、そういうことですね、町野選手は活躍しているんですけど、やっぱもう1枚得点源が欲しいというか、ね、っていうのはやっぱりありますけれどもね。で守備のところに関してもね、非チャンス構築率が、まあ、4位だったりとか、守備のところ僕結構頑張っていると思うんで、まあ、ディフェンスに関してはどうなんだろうな、僕は本当欲しいっちゃ欲しいと、センターバックのところ思うんですけれどもね、っていうのがありますけれどもね。で、っていうことで言うと、まあ、データにね、勝負強さと、しぶとさがあるというディフェンスのところにはなってきます。だから、オフェンスに関してはもうちょっと、まあ、勝負強さっていうかね、決定力がある選手が欲しいのかなって感じもしてはいるんですけれども、少なくともディフェンスのところ本当最後のところ、足を止めずに頑張ってるイメージが僕はありますけれども。ね、で、まあ、もう一個言うと献身的な選手もやっぱ必要ですね、まあ、これ特にね、これは湘南ベルマーレの前線の選手って本当献身的なプレーが多いんですけれどもね、しかしまあやっぱ得点源という意味では町野選手に次ぐもう一枚、まあ、それこそ後半戦阿部選手が加入したんでね、そこをどう取るか、来シーズンもこれ阿部選手に期待してねっていうのもあるかもしれませんし、しかし今町野選手がね、これ海外とかよその J1 クラブに移籍したらちょっと怖いなって、どうしようかなっていうことあると思うんでね、もちろんこれ献身的な選手も必要なんですけれども、やっぱこう分かりやすい数字を残せる選手というのは必要じゃないかって個人的には思うわけでございますけどもね、はい、ということで補強考察の方こんな感じですね、まあ一応こんな感じで出してはいますけども、右のとこポイントをざっくり書いてます。ゴールキーパーで言うとやっぱ谷選手の後継者となる若手選手は欲しいということで、まあレンタルになると思うんですけども、まあ、鈴木財源とか若原選手ですね、京都若原選手、まあこの辺アカデミー出身なんですよね、これ若原選手にしても財源にしてもアカデミー出身なんで、なかなか完全移籍というのは難しいかもしれませんけど、まあ浦和レッズで言うと西川選手がいてね、京都で言うと上福本選手がいるというのがあるんで、なかなか出番がない、しかしポテンシャルは高いこの2枚、まあレンタルで取ることは可能じゃないかなって思うんですけどもね。で、あとそもそもの谷選手ですね、これ谷選手、これ日本代表まで育ったこれ実績の湘南ベルマーレあれば、やっぱゴールキーパー預けたらというのもあるかもしれませんしね。でセンターバックのところで言うと、まあ、エンリケ・トレビザン、まあ、FC 東京ね、なかなか今年出番を得ることができていないエンリケ・トレビザンですね、まあ、昨年大分でこれ天皇杯の準優勝に貢献したエンリケ・トレビザンですね、準決勝天皇杯の試合では、まあ、これ得点もフロンターレ相手に決めているエンリケ・トレビザンですけど、ね、この選手も足元も上手いですし、分かりやすい単純なディフェンス能力というのもありますんで、まあ、外国人枠とかこれお金の問題もあるかもしれませんが、そんなに正直高くないんじゃないかって思うんですけどもね、エンリケに関してはですけどね、まあ、トレビザンはありじゃないかっていうのがありますし、あともう一枚、まあ、大分からね、大分、ペレイラ選手ですね、ペレイラ選手もね、跳ね返す系の選手ですし、あとセットプレーからバンバン点が、取れる選手なんで、まあ、湘南ベルマーレタイプの選手かなと、思いますけどもね。で、長崎から江川選手ですね、まあ、この杉岡選手の後継者ですかね、センターバックの真ん中というよりも、まあ、地上戦に強い選手ですしね、で、持ち運ぶことのできるセンターバック、まあ、サイドバックかな、まあ、長崎ではセンターバックやっててね、僕もずっと長崎も応援をしているんで見ている選手にはなってきますけど、身長175センチなんですね、うん、175センチってあんまり高さがないんで、まあ、J1 でやるのであれば3バックの左とか、もしくはまあサイドバックとかにはなっていくと思います、まあ、左利きのセンターバックにはなってきますけれどもね、この辺も湘南に合うんじゃないかって思ってますしね。であと池田選手、まあ、秋田の池田選手とか柳選手、この辺の跳ね返せる系ファイタータイプの選手は僕はちょっと湘南に合うんじゃないかと思いますけどもね。であとは柏から豊島選手とかね、この辺はまあハードワークできますしね、どこでもできる中盤なら、選手ですね。であと FC 東京でちょっと出番がなくなってる、怪我なんですかね、ちょっと、ね、アンカーのとこ東選手が FC 東京ハマったんですね、今年の序盤戦青木選手が FC 東京ね、これアンカーのとこで起用されていたんですけど、東選手がこれはねアンカーのとこ今ハマっていて、そこから青木選手夏場結構出番が、激減していってね、どうなんだろう、怪我なのかな、ちょっと分かりませんけど、
ども、しかしまあ年齢的なことを、考えるとちょっともう一花咲かせるためにも、ちょっとこれ湘南とかそういうクラブに移籍してね、それこれまでの経験というの還元とか、そういうのもありじゃないかと思ってますね。でこちら浦和から安井選手ですね、まあ、僕はこの、まあ、浦和レッズサポーターなんです。僕は、申し遅れましたけれども、浦和レッズサポーターで、僕なんですけど預けたいですね、うん、安井は湘南に預けたい、まあ、アンカーでもいけると思いますしね。で安井選手結構トップ下とかそこでも、活躍できるっていう話があるんで、まあ、アンカーもしくは1列前でも、使えるんじゃないか。この安井選手がこれ使われるポジションっていうのは結構湘南はあると思うんで、ちょっと預けたいですけどもね。で、即戦力級でいうとジェフ千葉のミキ選手ですね、まあ、パサータイプででもありながらしっかり得点も決めきることができる、本当これ献身性もある選手なんでね、このミキ選手ですね。であと天皇杯決勝、ちょうど今日ねこれから3時間後ぐらいに天皇杯決勝があるんですけれど、そう、これ朝収録なんですけどね、長谷川選手ですね。この選手もね本当ツートップの一角とかシャドウで使うことができると思うんで、長谷川選手もちょっと見てみたいなって感じは、しておりますね。で、前線その分かりやすさですね、まあやっぱりこの町の移籍を考えて書いてはいますけれども、まあこの分かりやすい得点源という意味では広島からドーグラス・ビエラ選手ですね、まあ、広島が今ソティリュー選手とね、あとベンカリバ選手という外国人が2人いるんですね。うん、もう外国人2人いるんでね、3人目のフォワード外国人ってなかなか僕はどうなんだろう、チーム編成的にもっていうのはあると、ね、思うんで、広島からこれ取りやすいんじゃないかなって思うんですけどもね。であとは千葉からブアニカ・ケータ選手ですね、若手選手、本当身体能力が高いですね、まあ、あのジェフ千葉の若手フォワードといえば桜川ソロモンというイメージはやっぱり、強いんですけど、僕はもうこの J1 で活躍という意味では桜川ソロモンよりブアニカ・ケータの方がやれるんじゃないかって正直思います。本当この選手に関しては身体能力が半端ないですね、バネがあります。身長180センチを超えているんですけれど、こう身長以上のこう高さを見せつけることができる選手なんで、ブアニカ・ケータは、ね、僕は千葉に合うんじゃないかって思いますね。であとサムエル、大分からサムエル、まあこれ J2 ではね、これ屈指のフィジカル、多分 J2 で一番ねこれはボールが収まる、本当ねこれポストプレーも上手かったとか破壊力のある選手、とにかくこのねミドルシュートがね強烈なんですよね。弾丸のような、シュートを放つサムエル選手は合うんじゃないかも。それこそウェリントン選手よりもスピードがあって、ウェリントン選手と同じぐらいの空中戦強いのかな、まあ、でもヘディングでも決めてますしね、っていうのがありますけれどもね。であと若手枠でいうとガンバが山見選手ですかね、まあセンターフォワードもできますし、サイドもできるし、シャドウもできるっていう選手になってくるんでね、これは湘南のサッカーに合うんじゃないかって感じが、しております。まあ、それこそね、まあ、献身性っていう意味ではこの中で一番山見選手が合うのかなって感じがさ、しておりますけど、湘南ベルマーレどういうオフに、なるかですね。まずは J1、まあ、決めないといけないですけど、これまあいろんなとこで言ってますけど、まず僕のこの補強の話というのは J1 残留した前提で話しているんです。そこは、よろしくお願いします。まあ、これちょっと最初の方に言っとくべきでございましたけどね、っていうのがありますけどもね。はい、というわけでございますね。以上パラプンテージェルサッカーチャンネルのつつんでした。よかったらチャンネル登録します。さら喜ぶよ。